はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はですね、こちらのジャスミン小高ちゃんを使ってサクセスをやっていきたいんですけれども、まあ、サクセスを始める前にね、ちょっとジャスミン小高ちゃんの情報について、整理してからやっていきたいと思います。まず今回の冬合宿新戦力を獲得せよの、まあ、パワチャレのね、報酬になってますと。でジャスミン小高ちゃんの、最大の特徴ということでサクスペ初ですね、守備力上限アップのイベキャラボーナス持ちという形になってます。まあ、レベル40以上が対象なんですけれども、通常守備力100までしか、上げることができないんですけれども、101とかね102まで、要は上限を突破して守備力を上げることができます。で上限を突破するとどうなるのかっていうと、動き的なものは多分そう変わらないと思います、その実際の守備の動きね。でただですね、100から101にした時の査定値が、大体その金徳と、同じくらいの査定値がつきますので、実質、金徳2つ分の、キャラということで、上限アップを持っているキャラは、金徳2つ分の価値があると、いうので結構貴重なキャラにはなってます。で、ただですね、ジャスミン小高ちゃん今回守備力上限アップ持ちなんですけれども、ジャスミン小高ちゃん今回のね冬合宿で絶対手に入れたいかって言われると、そこまでムキになって手に入れるキャラではないと思うんですよ。なんでかっていうと、あとでテーブルの方も確認するんですけれども、そもそも小高ちゃんのねテーブルがそんなに強くないっていうのと、あとね守備力上限アップ持ちはね今後超強キャラが控えてるんで、結局、いわゆる佐伯さんなんですけど、佐伯さんが出ちゃうと別に使われなくなるでしょっていうのがちょっと見えてるんで、佐伯さんがねいつ出てくるのかにもよるんですけれども、もう上限アップが実装されたってことは、遠くない未来には出てくると思いますので、小高ちゃんね通常バージョンでも開放できるというのもありますし、SR1 枚自体は配布してくれてるんで、それもらって、通常バージョンでね気長にやっていってもいいんじゃないかなと思います。で使いたければね、もう俺も今回サクセスやるのにお借りしてるんですけども、45とかね作り出してる人いるんで借りればいいと思います。今回のね冬合宿無理に試合をやってね、ジャスミン小高ちゃんを解放するかって言われたら、そこまでしなくていいんじゃないかなっていう、感じはしてます。もちろんね小高ちゃん超好きな人は取っていただければと思いますので、そんな感じでちょっとサクセスの方に行きたいと思います。では今回は名教高校でやっていきます。なんで名教なのかっていうと、なんとなく別に深い理由はないです。円卓だとねちょっといろいろ円卓ルスの関係でやりづらいかなと思いまして、名教高校を選んでますと。で、SR プラゴをお借りしてテーブルの方を確認すると、いわゆるねタックがまず 60% ということで、技術ボーナスが、45になると16はつくんですけれども、どうだろうね、固有がないんでやっぱねタック60っていうのがねちょっと弱いんですよね。で、一応40見てみると守備力上限アップ2というものがついてますという形になります。あとね決定的にねイベント数がね多すぎる。小高ちゃん、バレ小高ちゃんに関しては金徳3回で終わったじゃないですか。でジャスミン小高ちゃんについては金徳3回目でもらえるんですけれども、4回目がね継続するっていうのがねもう圧倒的に不利、もう圧倒的にイベント数が多すぎるということで、ちょっと使いづらさの方が前面に出てるかなと。でこっちの方はチャンス、キャッチャー、バント、逆境、意外性、タイエースと、タイエースとかはねなかなか珍しいコツではあるんですけれども、数的にもどうかなと割とちょっとディスってて小高ちゃん好きな方には申し訳ないですけれども、その実用性の問題ですね。で実用性の問題からして、今回の冬合宿を、ガチで走りに行くかって言われると、通常バージョンでも開放できるので、どうしても欲しい人でなければ別にいいんじゃないかなと、思ってますと。何はともあれちょっと使っていきましょう。で、そう、今回は、守備をね、101にしなければいけないので、技術と、精神を使いますので、振り袖みやびちゃんを連れてきてます。と、あとは精神要因で雷。で、筋力も欲しいので、登場。で、
敏捷ポイント要因で、サンタ穂村ちゃんと彼女要因でにじまちゃんという感じでやっていきます。でアイテムなんだっけ、そうこれ持ってきたから使おう。まあ、まずはだからにじまちゃんちょっと評価を上げていきますか。あいいね、ここ女の子3人衆プラスしどれみちゃんがいる。あただ通常バージョンでね、あの解放できるっていうのはかなりの強みの方だとは思います。だそれゆえね、今回無理して手に入れる必要はないんじゃないかなと。まあ1枚はね配布してくれるんで。さてさて、ではここはどうしようかな。まあ上り上下も取っておくか。ほい2つ。新島ちゃんちょうどいるね、いいね。新島ちゃんもね評価上げるの大変だからね、何気に。で一応ちょっと小高ちゃん使うの自体は初めてなんで、まあもしかしたらちょっと仕入れた情報と違うところはあるかもしれないんですけど、まあそうなったらちょっとごめんなさい。イベント4回続かないよとか、いやあのネットで見たらイベント4回目続くって書いてあったんで、一応それを前提に話をしてるんですけど、イベント4回続くってなるとほんときついよ。だから今回その前イベは穂村ちゃんと新島ちゃん、要はイベント数の少ないキャラで固めてきてます。まあ、そういう理由でね、穂村ちゃんとか使ったりしてます。まあ、渚ちゃん入れてね前にしようかなとも思ったんですけど、まあ、ちょっと明鏡高校の音符を合わせる都合上今回ちょっと渚ちゃんは外してあります。うん、小高ちゃんてか宮部ちゃんもうタッグ組めんな。でキャッチャーではないので特にキャッチャーはいらないですと。まあ俺はいいやにしとこう。体力回復からのタック、宮部ちゃん来てるね、強いね。ちょっと久々に使ったけど強いけど、ちょっと新島ちゃん上げとこう。新島ちゃんの評価早めに乗せておきたい。残り2ターンか。まあうまくいけば揃えられるね。ちょっと強化上げを優先します。まあ、1に関してはねちょっと揃わなくてもいいかなっていうところはあるんで。新島ちゃんがいない、そもそも。じゃあ次の楽譜に備えて寝よう。体力も下げられたし。で男って単純ねということで、これはいや素直に聞いてみる。ミート多用キャッチャーだとね、キャッチャー丸とか、まあ、もらえてそこそこいいイベントではあるんですけどね、1回で終わってくれれば本当いいんだけど、1回で終わらないところがねまたミソなんですよね。だから今回はちょっと金徳優先っていうよりはまずは守備をね101に上げましょう。で骨格早いね、来た、多分速攻できたなこれ上がった瞬間。 OK じゃあ、おおすげえ揃うね。東条はねメガネになってね本当にコツをくれないからね。パワフル13くれた、競争心。パワヒが欲しいの、パワヒ骨格が欲しいのよ。東条入れるということは、穂村ちゃんはまあちょっといいや。雷だな、やっぱりメンタルで回復しながら音符を揃えていきたい。北雪いいね。でバイト今回意外戦になってますと。あーここ揃えられるのか、 25% どうする。ちょっと意外性は潰しておきましょう。小高ちゃんも持ってたりするんで、初級いやなんか来るかもしんないから一応置いておこう。うーんやりて、超やりて。あここでいいや、メンタルでおとなしく。うんとは不眠症になってしまった。
コツをじゃあ取りながらいきますか。練習。おわマジでおわだよ。なんもない、なんもないから、通院しよっか。よし、とりあえずは治った。回復量がいいよね。回復アップついてると。うわ、全然メンタルで揃わないな。打撃やってうまくいけば揃えられるけど、どうだろうな、体力量的に。一応ある 21% か。まあやろ。おお、揃った。さて、走塁とか微妙だな。これは回復しよう。東条はね、イベントがいいよね。で、北雪奏でましょう。イベント経験点よし、来た。かつある。監督評価も上げられるね。ちょっと監督評価気にしていかないといけないんで。で、小高ちゃんの不思議な踊り、これはまあいつも通りですね。いつも通りの選択肢をやっていけば OK ですと。新島ちゃんか。あ、ここ3つ揃うね。みやびちゃんいいね。みやびちゃんほんと強い。ジャスミンで回復ができるので、そうだね、評価的にどうなんだろうな。ホムラちゃんがやっぱりね、初期評価が低い関係で、一応チームメイト評価上げときましょう。で、ここはイベント経験点が効いてるんで、まあ、それなりに経験点はもらえると。で、ホムラちゃん、これさ、それ意味あんの？どうせ練習レベル変わっちゃうよね。どうせ練習レベル変わっちゃうけど、守備力グラブにしとこう。強化されたって言うけどさ、まあいいや、強化された実力を見せてもらおうか。これどっちにしようかな。こっちも結構いいな。いや、俺は大吉を引き当てて体力を回復する、そういう算段だ。あ、どうしようかな。回復してえな。ちょっと安定を取ろう。安定を取るけど、もちろんここは野球が上手くなりたい。ほら来た。安定取んなきゃよかった。ついてない。ついてたか。ローボールヒッター。まあ同じ3つだったらメンタルだな。ちょっと技術精神やっぱすげえ。これ金、あ、しまった、土管でよかったのか。意外性は取ってあったんだ。で、ホムラちゃん終わりましたと。で、ちょっと守備ですね、上げていきましょう。守備コツがあるとね、だから結構相性良かったりするんですよね。一気にもう S まで上げちゃいます。さて、メンタルで揃えられるんだったらメンタルで揃える。で、雷天空中央、まあ、敏捷ポイントが足りないときは天空中央を奏でていきましょう。まあ、揃えられるかって言われたらまたちょっと微妙。まあ、ここも悪くないけどな。ただタック的な話をすると、こっち、いや、にじまちゃんもらってないんだ。で、黄色が2つ残っちゃってんだよな、音色的に。気分転換、これ何がいいんだ。一番上でいいや、適当に。うわ、アウトコース、あ、アウトコースもらえるんだ。まあ、これはまあ通常の福井部だからね。で、ホム、ホムラちゃんは一応コツを潰しておきますか。まずは、あ、粘り打ちは取ったでしょ。で、ヘッスラー、ホーム突入、逆境もいいや、取っちゃおう。で、ムード、敏捷がやっぱちょっと足りてないか。できれば敏捷ポイントでもいいんだよな。ここはレーザーフィーム、いぶし銀、
さて2月の1週バレンタインが挟むんだよね。譜面コンプリートしちゃってるんだけど、どうせ回復できるから、こっちでいいや。登場、おい、うわサブリ癖つきやがった。マジか、これ不眠症もついてサブリ癖もついてんのか。ここで虫歯がついてたらマジ終わってたな。ちょっと待ってね、もういいや、サブリ癖直そう。治らない。ちょっともう一回、常連だな。これなんか敏捷系あったっけ。走塁練習にしよう。よし行くぜ。これで新島ちゃんもイベント終わったよね。いやすっげえ紫だらけだな。ヒートアップか、パワヒのコツがある、まあ、取れるかどうか分かんないけど赤がないからね。行こう全然揃わねえんだけど、これなんだこの揃わなささ。コツか、監督もいるからちょっと何にもないけどやろう。パワヒはもう取れねえな。よしインコース、よしインコースって、そうだ勝ち合っとるや。メンタル、ストライク送球でも取るか。雷くんが送球コツをくれればそれでよしなんで。で新島ちゃん、あ小高ちゃん、まあ、技術は入るけど、さてこっちでいいかな。練習、メンタルやろう。でこれどうしようかな、矢部くんとかって敏捷くれんのかな。あ、まんべんなくくれた、ありがたい。これやめておこう。でやっぱこれだな、音符を優先。どうしようかな、体力微妙なんだよね。いや回復させよう、常に体力は満タンに保っておきたい。奇跡のワンタンキルが起きない限りはちょっと無理だな。固め打ち、よし固め打ちやったら、まあ、雷がくれる可能性もあるので一応取っておきましょう。メンタル、あー結構くれんなー。でもまあこっち残り1ターン、ここで奇跡のワンターンキルが出ればパワーヒがもらえる。もらえない、まあそうだよね、普通もらえないよね。ゲー惜しいあと赤が1人いればよかったのに。まあいいや、変えよう、もうここは。さあもう次しらす、メンタル、シャスのメンタルマジ異常だからな。どうしようかな、これ上でいいや。デートが全く進んでないね。ここはデートが詰まる高校だからね、本当に。おわ、ちょっとメンタルで回復しないと。いや無理か、おとなしくデートしよう。まあ無理にね揃える必要もないんで。よし OK、 じゃあ片目打ちも取っちゃいましょう。ところで、あスタメンから外れちゃったか。まあそりゃそうだよね、あんまり監督追った記憶がない。でこれって F34 だよね。一応まあ見るだけ見ときますか。
で今100になりました。で101に上げました。で金になったじゃないですか。なんで金得ってことなんですよね。35から45、10上がるのか。でちなみに他の金得って何かあったっけ。メッタ打ちも取ってみる。35から41なんで、片目打ちとメッタ打ち両方取ったとしても片目打ちで1しか上がらない。でメッタ打ちが36から41なんで、ああまあだいぶ上がるね。そう考えると、まあ、結構ね30、30、30ってポイントは必要なんだけどね。35から45に上がるんで、まあ金徳2つ分か。まあよく言われてる。よし、じゃあちょっと、打撃能力を上げていこう。間違えた。パワー15とか最低値なんじゃないかこれ。無理やり C まで上げる。であと一応ね、この守備上限を上げるとパワチャレの方でもね、なんか 1% 1人につき 1% 分の得点ボーナスみたいなのがつくみたいなんで、まあそれを狙ってもいいとは思います。ただ俺的にはね、守備上限アップってやっぱりファーストとかは守備力上げたくないんだよね。それを考えるとちょっと微妙なんだよね。 OK。 お、来た来た来た、新村くん。あ、光ってる。わかります？プレート左上が光ってる。よし、打撃力上げといてよかった。まあこれが守備上限の力ですというところですね。まあ、今はね1人しか上限解放のキャラがいないんですけれども、まあ、今後ねもう出てくることは見えてるんで、まあ、そこをどうするかというところですね。まあ、守備上限アップ、じゃあ2人いたからといって2人入れるかって言われると、入れるのは1人でいいからね。やっぱね100から101がでかいんで出る。でじゃあちょっと見てみましょうか。102まで上げられるはず。あ、そうそうそう、そうだよね。じゃあ69が69で変わんねえやんっていうだそもそも10、10、10なんで、上限アップはね1人ずついればいいんじゃないかなと思います。全然揃わねえなこれ。じゃあコツ、ちょっと待って、東条は競争心をもうすでにもらってあるから競争心は潰しておきましょう。メッタもいいや、潰そう。どこ、イブシギに潰しとこう。よし、競争心、パワー飛行格好くれ。おお、くれね、コツ、ありがたい。揃わんな、なかなか。筋力もなんだかんだで足りない。チャンスメーカーてか、小高ちゃんイベント起きねえんだけど。ここいいね、ここいいけど回復してよな。また奇跡のワンタンキル起きるか。お、 13% ちょっとやめとこう。あ、奇跡のワンタンキルは起きなかったか。いや、いいな。ここいいな。ちょっと次デート中心にするか。シラスの精神はマジですごい。まあ、ここでもね結局精神が必要になるんで。さて6月の3週まで来てしまったので、もうこっからはデート中心に行きます。で金徳はちょっとさすがにデート中心に行くともったいないので、どうしよっか。打開こう招き猫発生させとこう。で行けるな、行けるんだったら行こう。ダブルタック技術が異常にもらえる。ほい、これはこっちでしょ。ジャスミン、なんなの、完走できなそうなんだけど、どうしようかな。まあまあまあいいか別に。これはこれで美味しいな。新島ちゃんでもな、
ちょっと奏でとか来る可能性があるから怖いんだよね。そしてデートを進めておかないと振られてしまうんで、せっかく虹島ちゃんを連れてきたんだ。で大声くんにしておこう。これ筋力でいいんだよね。よし、30ポイントは結構でかい。で不思議な踊り2回目、保健室に運びましょう。で何にもないんで、何にもないっていうかコツはあるけど、ちょっとデート優先でいきます。これで3回目。あれ登場って終わったっけ。そういえばまあいいか、見てみよう。パワーヒーターどうしようかな。なんか5まで置いといてもいい気がするんだ。あ、登場終わったわ。高級もらったわ。ハイボールヒッターがないんだよね。ハイボールヒッターも何気にね、くれる人珍しいからね。国樹とか一緒に使うとイベントでハイボールヒッターもらえるから、まあいいかもしんないけど、アプリの方ではね、国樹も上限アップしてるんですよね。国樹が上限アップついてくれれば、ついてくれればさ、かなり強キャラっていうか強キャラになるよね。まあ、小高ちゃんね、固有がついてればね、考えたけどね、やっぱりちょっとね、火力的な問題とイベント数的な問題とかを考えると、って思っちゃうんだよね、どうしても。ちゃん自体俺がそんなに好みじゃないんで、これ人としてね、人としてっていうのもなんかあれだけど、俺好みの子ではない。まあ男って単純で、これもう3回目だからね。もうこれ完走できる。ないからデート、デートを最優先。不思議な踊り、あ、ここで金徳が分かれるみたいです。ちょっと待ってね、さっき出してたんだけど、ちょっと別のサイトを開いてしまったから、ジャスミン、ホタカ、ジャスミン、ホタカちゃん、さて、不思議な踊りの3回目、歯とかにすると外角筆だ。コツ3、え、コツ3でくれるのこれ。まあいいや。タカにするとストライク送球、コツ3。ペンギンにすると守備3アップするんだ。でアベレージヒッターと打球伸び。なるほどね。一応経験点の軽減にはなるのか。ただやっぱ金徳取っておきますか。タカ、いや、コツ3ってくんねえじゃん。騙された。で、残り4ターン。いや、やっぱり、ちょっと、デートは終わらせておきたい。まあ、普通に成功失敗がある感じですね。一応、確定ではあるんで、1ではつかめるんですけど。ただ、今回、新島ちゃんと、勝ち合っちゃってるんで、外角質だと内角が重いな。ストライク送球、パヒッタ取っちゃおう。もうそこからの初球も取るでしょ、メーカーも取るでしょ、高級質ももう取る機会ないよね。でレーサービームか、いらない、さすがにいらない。内角で情熱エル、あとはじゃあちょっと、せめていいは欲しいよね。
僕サードなんだよね、実は。サードで肩がないっていうのはちょっと微妙すぎる。そう、サードだからストライク送球を取ろうかなと思って新島ちゃんも入れたんですよ。で、送球骨は雷からもらおうって思ってたけど来んなかった。まだわからないけど。今ボール球取りました。これでツーアウト。そもそも勝てない可能性があるぞ。それはやだ。よし、名強リードで迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で石黒今日やつれたな。ちょっと下すぎた。掴みました。上がっちゃったんだな今。名強リードで迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面で石黒もそろそろお疲れだね。さあ次の投球、ここで引導渡すか。投げました。で、広角打法がないから。これで3アウト。あれ結局ホームラン1本しか打ってない。さて、ここからどうしようかな。もう揃えることは無理だよね。不思議な踊り4回目。いや、最後の最後、怒涛に発生したね。ちょっと待って。4回目。上で固め打ち。下で、走塁か。まあ、一応取っとこう。体力は減っちゃうけど。ちょうど走塁掴んであったからね。で、肩、やっとくか。ここから、いや、メンタル無理か。ちょっとメンタルでやりたかったんだけど、まあしょうがないですねと。じゃあ筋力足りてない。筋力が本当に。あの二刀流ルナもね、ちょっと考えたんですよね。エピローグ経験してくれっから。ただそうするとね、前部をどうしようかなという問題があって、まあデートなしの新島ちゃん外して二刀流ルナちゃんもちょっと考えたんですけど、そっちの方が良かったかな。2回の裏、名強攻撃に入ります。トップバッターは石黒。これはいいやつだ。小高ちゃんイベント枠7個使うってことでしょ、これ。メイキョーリードで迎える4回。まあ、最後はね、正直発生しなくていいんだけど、他のキャラのイベントを圧迫しちゃうんで、やっぱ前にあと4だよね。今回みたいに本当小村ちゃん、新島ちゃんとイベント数が少ないキャラで組まない限りは、前3で組むとね、かなり厳しいと思います。打った当たりだ。センター交代。取ってこれで3アウト。だから要はその4回目が発生したことによって誰かのイベントが完走しなくなっちゃうってことは大いにあり得ると思うんで、ちょっと変えちゃおう。もうどうしようかな。なん、あ、これちょっと筋力欲しい。とにかく筋力。よし、どうしようかな。とにかく筋力だな。さて、黒金は戦いやすい。289まで持ってきたか。ストライク送球ガチで取れんわこんなの。いや、まだ最後の雷との練習にかける。新戦力冬合宿っていうのもなんか恒例になりそうだよね。年末のワンアウトランナー一塁という場面で石黒。もうなんだかんだ言ってても去年の冬合宿から1年か。俺いまだにさ、そういえば去年のお正月選択チケット残ってんだよね。マジでラットエリクサー症候群なんで永遠に使わない可能性がある。リードで迎える6回です。ノーアウトランナー1塁。あ、しまった。初球を打ちました。で、また今年同じように選択権くんのかな。そしたらもうさすがに使っちゃおうか。
ていうか年が明ける前に使っちゃおうか。お、いいね。最後メンタルで怪我することなく筋力56ポイントゲットできたんで。じゃあちょっと待ってね、ストライク速球取っちゃおう。で高球どこだ、あれ取ったんだっけ、そんなバカな、取ってないはず。あ、取った、いつの間に取ったんだすっかり忘れてたな。じゃあちょっとそれなりに肩を上げよう。C くらいにはしておきたい。いや B にしておこう。でミートが上げられるね。だからここでもう基礎能力上限解放が来たんで、まあ、今後のキャラもねどんどん出てくることが予想されるんで、どうしてもね佐伯さんとかやっぱりその解放されないと出ないんだろうなっていうのがあったんで。まあ、期待感がねかなり高まったといえば高まりましたね。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で石黒第2球。いやー、待って、もう一回打ちたい、もう一回打たせてください。明鏡リードで迎える8回です。バッターは石黒、今日はホームランを打っています。投げた、エクスカリバー、もうだいぶ第3球を投げた、キレがなくなったな。ちょっと待って、取りました。一応勝った。優勝2位か。で新島ちゃんのエピローグもらって、サンタホムラちゃん、もらって、代打の神様。で、まあ8000ちょい。まあ大体名鏡はね、こんくらいだからね。で、まず取るのが代打の神様。あと、精神がやっぱ余ってんね。精神が余ってるんで、ささやき破りとか取れそうだな。上り上司か、どうしようかな。チャンス1個取っとくか。うーん、パワー B にしたいんだけどね。パワー B まで上げると多分他のが上げられない。てか総力も無理。いや、肩上げる。おとなしく呼吸も上げておこう。はい、ミート上げられんな。これは弾道4にしよう。足が遅いけど走塁がついている。さよなら、さよなら取っとこう。これでうまくさばいた感じか。ほいほい、いいねいいねいいね、使い方がね。まあそんな感じで1234566、まあ、金徳を各1つずつ取って守備の上限アップを101にしてというところになりますので、まあ意外にね守備力上限アップ伸びる感じがしたので、まあ守備の上限アップ自体はやっぱりキャラ的に入れておくといいと思います。まあ今はね小高ちゃんしかいないので、あとはまあどのタイミングで他のね上限アップキャラが出てくるかというところですね。まあ今はね小高ちゃん1人だけなんで、まあ持ってなければ借りればいいんじゃないですかと俺は思います俺はねまああとはね、まあ、皆さん好きなように撮ってくださいというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。